ゆで TV の皆さん、どうも。俺が乗ればどんな車も高級車、ゆうてんでございます。いつもは広い広いベンツで慣れてるから、この実家のマーク X の室内の狭さを完全に忘れてて、ポーズを取るとき完全に天井に当たっちゃったよねっていう話なんだけど、今回この U20 が地元西宮に帰ってるっていうことで、西宮といえば新たな暴露系 YouTuber として飛ぶ鳥を落とす勢いのガーシーの出身地とされる兵庫の伊丹っていうところは、実は俺の地元西宮からもめちゃくちゃ近いんだよね。ということで、今回はそんな伊丹にいよいよ決死の覚悟でこの U20 が突しちゃうよねっていう話なんだけど、実は今回伊丹にはとあるめちゃくちゃ重要な用事があって、どうしても行かなきゃいけないよねっていう話なんだけど、その重大な用事が一体何なのかっていうのと、道中の映像っていうのも間違いなくてめえたちに楽しんでもらえるよねっていう話だから、早速それでは今から出発していこうと思います。さあさあ、まずは旅の出発をして、まるでこのゴミ溜めのような向川団地から抜け出さなきゃいけないよねっていう話なんだけど、まあ、このセブンは昔の動画でも言った通り、昼間から団地中のヤンキーというヤンキーが集まってシンナーやタバコを吸って溜まってた場所だよねっていう話だよね。そしてこの右側にはちょっとカメラ的に今固定しかできないからあんま見えないと思うんだけど、ムコダンモールっていう新しいモールができて、ここに実はエニタイムがあるよねっていう話だから、この U20 が地元に帰った時は夜な夜なエニタイムに繰り出してるよねっていう話だよね。さあさあ、それではこの信号を左に曲がって、まさかの向こう側のね河川敷に、まあ、出るよねっていう話だよね。そしてこの川をひたすら北上して、まあ、伊丹に向かうよねっていう話なんだけど、さあ果たしてガーシーの故郷伊丹はどんな光景が待っているのかっていう話だよね。さあそしてこうね、もう爽やかとしか言いようがない向こう側の河川敷を颯爽と駆け抜けていくしかないよねっていう話だよね。実際ただのドライブレコーダー映像みたいになってんじゃねえのっていうのはどうしても勘ぐっちゃうところなんだけど、どんどんと向こう側を北上して北の大地伊丹市まで向かうしかないよねっていう話だよね。4月はね、3月が決算だから、それまでに税金って使い切らなきゃいけないわけだから、まあこんな感じで3月に受注した工事をもう全力でやるしかない。ちなみにこのまっすぐ前に見えてるのが阪神高速と、あとあの大きい国道ね、まあ、43号線の、まあ、これがかかってる、この高架がかかってるところなんだけど、昔はここの下ら辺でよく友達と無駄に溜まりまくってたよねっていう話だよね。ちなみにこの辺って屋根があって雨がしのげるから、ホームレスがやたらこの辺は大量に住んでるよねっていう話なんだけど、この辺のホームレスマジで舐めたらあかんでっていう話だからね。なんでかっていうと、あいつらやたら豪華なホームレスハウスに住んでて、ホームレスの中にはまさかの電気設備すら持ってるやつもいるんだよね。昔友達とこの河川敷で遊んでた時に、まあ当然ホームレスのやつも自らのビニールハウスに出入りしてて、その姿を俺たちは目の当たりにするわけじゃん。そしてふとビニールハウスの方に耳を傾けてみると、発電機のサウンドが鳴り響いてたよねっていう話だよね。全国的にはどうなのかはわかんないけど、少なくとも向こう側の河川敷に住んでるホームレスたちは、てめえたちが思ってるよりもはるかに文明的な暮らしをしてるよねっていう話だよね。国道2号線も颯爽と抜けていくと。ちなみにここを左に曲がると、先日動画で紹介したてんてこにたどり着けるよねっていう話だから、先日のてんてこ動画で気になった関西に住んでるてめえたちはぜひ2号線に入って、世界一うまいお好み焼きと店主がバイトを詰め殺すっていう西宮が生み出した最高のエンターテインメントを楽しんでくれよっていう話やね。そうそう、そして西宮と伊丹をつなぐ国道171号線、通称伊奈市にいよいよ到達したよね。これで一旦向こう側を越えて天に出るよねって話よね。魅惑のカオスシティ尼崎だよね。さあさあ、そしてこれを越えた途端に見えてくるのが UK っていう、俺結構好きななんかアメリカンダイナー的なレストランがあって、最近だと MC タイソンっていうラッパーの
PV に登場してたくらいなかなか映えな店があるんで、そうそう、これをちょっと左に向けるとこんな感じで、ここはちょっと後日別個でここに入ってみる動画を撮ってもいいのかなとは思ってんだけど、この店はかなり昔から地元の友達を夜な夜な通って、その超絶ボリューミーな飯を楽しみまくってたよねっていう話やね。いやでもタイソンの PV でこの店がロケに使われてるって知った時はめちゃくちゃ感動したしエモかったよねっていう話なんだけど、ちなみにさっきの UK は宇都宮向川店とは名乗ってはいるんだけど、住所は尼崎だからっていう話だよね。もうちょっとしたらもう一瞬で伊丹市に入っちゃうよね。ちょっと田舎のバイパスっぽい感じの景色が広がってんじゃんっていう話なんだけど、この辺から伊丹市なのかな。そしてこれはね、あの北東に伸びてる道路だから、このユーティンティはね JR 伊丹駅の近くに、まあ、用事があるということで、え待って道思いっきり間違えたわ。撮影しながらだからナビも切ってるし、そりゃ道も間違えちゃうねっていう話なんだけど、普通にこれまだ高架の上でよかったわ。実際ガーシーが伊丹のどの辺で育ったのかっていうのは実は俺は全く知らないんだけど、まあ、伊丹市ってそんなに広いところではないから、まあでも大体こんなところで生まれ育ったっていう感じだよね。おそらく伊丹に友達とかもいないし、伊丹の実態がどんなものなのかっていうのはそこまでは知らないんだけど、少なくとも西宮とか尼崎みたいないわゆるゲトーな感じはあんまりないよね。ちょうど関東で例えるなら川崎の多摩区とかあの辺が結構雰囲気近いんじゃないかなっていうふうに思う。ちなみに伊丹はこうやって車で行くからこそ西宮からも結構近いんだけど、電車で行くとなると一旦尼崎か大阪に出なきゃいけないから足がなかったらマジで行きづらいし、そもそも行くこともほぼ確でないよねっていう話だよね。さあそしてこれは阪急伊丹駅の近くの、どういうわけか阪急伊丹と JR 伊丹そこそこ離れてるからね。てか徒歩ではギリギリ行けないんじゃないかな、知らんけど。さあさあどういうわけか曲がるところを間違えてイオンの駐車場に、反対側のイオンの駐車場に停めるのを余儀なくされたから、今こうやって伊丹駅に向かって反対側に出ようとしてるねって話だよね。ここだけ見たら結構田舎な感じだよね。ここを抜けていくねって話なんだけど、時間がないから分かんないよね。別だ、寂しい感じだね。そしてこの謎の時計台と、伊丹城の跡かな、城あったのかって感じなんだけど、なんだよね、ここの駐車場に止めるはずだったんだけど、ここの高架を行っちゃったから、まあ歩くしかなくなっちゃったよね。まあでも取れ高的にはね、こういう街歩きがあった方がいいのかなと思うから、まあ良かったっちゃ良かったかもしれない。そしてこれ更新業務は終了してるけど、国際免許だったら多分ワンチャン今まだ時間で見てるはずだから、この中に入っていくって話だね。これは2020年に発給された国外免許を今日は持ってこられてる。あ、今日は持ってきてないですね。はい。さあということでね、見事に国際免許ゲットしちゃったよねっていう話だよね。まさかの2日連続免許センターに来ることになるとは思わなかったよねっていう話なんだけど、本当は昨日免許更新の際に一緒にこの国際免許もゲットしようと思ったんだけど、行くのがあまりに遅すぎたのか、もしくはゴールド免許を剥奪されて更新の時間が長かったからっていうのもあるんだけど、もうすでに国際免許の申請の時間も終わっちゃってたよねっていう話だから、はるばるこの痛みまで再度来なきゃいけなくなっちゃったよねっていう話よねまあでもこれで来月ハンガリーとかスロベニア行く際も車を借りて運転することができるよねっていう話だから、この免許ってもう俺は無敵になったと言っても過言ではないよねっていう話だし、まさにグローバルチャラを完全復活の時は来てるよねっていう話だよね。
まあ、そんな感じでね、今回はこの U20 が決死の覚悟でガーシーの地元である伊丹市に突入しちゃったよねっていう話なんだけど、まさかの2日連続で伊丹に行くことを余儀なくされるとは思いもしなかったよねっていう話なんだけど、今回地元に帰省した目的でもある運転免許の更新と国際免許の取得に関してはおかげさまにコンプリートしちゃったよねっていう話だね。こんな感じで今後もただ部屋で引きこもって喋ってるだけじゃなくて、国内外を問わず積極的に外に繰り出して動画を撮っていくよねっていう話だし、まるで大和トゥエシコ七変化と言わんばかりのこの U20 の多面性をてめえたちも楽しんでくれよっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、西宮特有の血で血を洗う構想で汚れちまった服はすぐに脱ぎ捨てて、次の動画また全員たけしまったと思います。それではね、またネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you!Hold on, hold on, 矛盾と書いて歓迎だの。醸し出す売国のフレーバーなんでだろう。夢の超特急で解くはまだ超高。地獄への逃亡。脳みそ見るとじゃあもう目の変化フェン。イチャラソウプッシー開いてビッベン。キムチ群がる黄金の国ジペン。無駄な挑戦フルボコで無言のダウン。恵まれない坊ちゃんがチャリティーコンガン。文句だけはゴリパでもたりきホンガン。震災の影響で全国会再シャフル。お前の顔よりはみたいやのこのファイナフル。化け放題どこも変だよ日本人。正義ずらしたハゲならフォークだボッシュ。操作されたラッパーこぞってまとまったぞ。せーので消えろゲームパスタトミーボン。気づかずに失って何もかも奪われて祈りも届かない。 Let's go in on with the number one。 こんな時代に生まれたって嘆くよりも明日へ痛みと希望を抱いて。 Stop system 変えて状況 on the my way。